渋野ひな子がアディダスゴルフとアパレル契約を締結以前から契約しているゴルフシューズとともにフルアディダスで世界を転戦することになりそうだ英具全米女子オープンの優勝を含め国内外ツアー通算7勝を誇る渋野ひな子 2022年にはフットウェア契約をアディダスゴルフと結んでいるが、それ以前からもゴルフシューズを愛用。昨シーズンは他社とウェア、二刀流ながらアディダスゴルフを着用してきた。そして海外ツアーを主戦場として戦っていく中で、高い機能性とデザイン性を兼ね備えたアディダスを選び、今回正式に契約を交わした。 この度アディダスゴルフとフットウェアに加えてアパレルのグローバル契約をさせていただくことになりました。ここ数シーズン、アディダスのアパレルを着用する中で世界中のどんな環境下にも合わせて対応していただき、自分自身のパフォーマンスを発揮し続けることができたことが今回契約させていただくに至った大きな要因ですと言う。アディダスゴルフといえば昨年登場したコードカオス22が人気となり、 ゴルフシューズとしししてては驚異的な売り上げをを叩き出し市場を席巻しているゴルフウェアの方もアスリートラインはもちろん街中で来てもおかしくないカジュアルなものストリートっぽいもの人気ブランドとのコラボ商品などと数多く揃えより力を注いでいるところ支部の日な子と正式にアパレル契約を結んだことで露出は増えゴルファーにより知られることとなるだろう。 ジュニアの頃からアディダスのウェアを買っていたほど好きなブランドでアディダスのスポーティーなデザインと数多いラインナップとともに新たな自分をファンの皆様にお見せできることを今からとても楽しみにしていますと渋野ひな子広めとなるのはタイで開催されるホンダ LPGA タイランドとなりそうだどんなコーディネートで現れるのか練習日から目を離せない 新垣被災が人気ブランド、ラルフローレンと契約、とても誇り、渋野日向子らと同じ黄金世代、女子ゴルフの98年度生まれ、黄金世代の一人、新垣被災24、ダイキン工業が9日、ラルフローレンコーポレーションとパートナーシップ契約を締結したと、同社から発表された。新垣は今季初戦となる3月2日開幕のダイキンオーキッドレディース、 沖縄、琉球 GC から、同社人気ブランドのポロ・ラルフ・ローレンや、RLX のウェアなどを着用する予定。同社と、日本人プロゴルファーの契約は、男子ゴルフの金谷匠に続き、二人目となる。荒垣は、この度は、世界的ブランド、ラルフ・ローレンと契約させていただき、大変光栄に思います。以前から私服としても、ポロ・ラルフ・ローレンを愛用しており、同ブランドの一員となれることを、 とても誇りに感じますラルフローレーンを着て優勝できるようプロゴルファーとして精進してまいりますとコメントした世界的人気ブランドのウェアを着用し5年ぶりとなるツアー2勝目を目指す